たまたま本当その日仕事でしたので、事務所の方が10時から仕事だったので、早め迎えに来てくださって、いろいろ私の準備を手伝ってくださってたんで、ということはお部屋の中にはともこさんだけじゃなくて、だから人がたくさんいてくれたんで、本当にで私がもう来た時にはもう大声をもう遅いっていうか、こう会ってきた時に大声出したんで、それでなんだなんだなんだって出てきてくださったんで、だから本当にそれに驚いて、向こうがひるんじゃったというか逃げてったっていう、それでだから本当にね、それだけなんですけども、その荷物を押し込んだ人がこう立ち上がってわっと襲ってきたわけですか。もう一人で襲ってきた。そこまで確実に覚えてたらもう警察の方にすぐお話しても捕まえてもらってますか。私も動転してましたから、よくは覚えてないですけども、一瞬のことでしたから、でも物をね用意してるってことは、お一人だったら本当にそれを使われてっていうこと。だから本当に一人だったら危なかったと思うんですけど、だから本当にもう神様に感謝してます、スタッフの方とか。逃げるとでもそんな詳しいこと聞いてどうするんですか。捕まえてくれるんですか。もう早く捕まえてほしいですよ、こっちは。お部屋の中には何人いらっしゃったんですか。2人いました。2人いらっしゃった、はい、2人は男性ですか。はい、そうです。でもね、一昨日山口さんは熱愛関係を否定したものの、周りからはかなりな親密交際を思わせる証言も飛び出してきております。真実はどの辺に隠されているやら。昨日改めてお二人の会見がありました。24日の日ですけども、はい、まあ、その山口さんの、はい、だから部屋にはいらっしゃったわけです。いました。すでにね、その何度も唐沢さんの姿を住民の方が見てらっしゃる。住民の方、それは僕はよく行きますから、はっきり言いまして、だいたい一緒にご飯食べようとかそういう感じですから。ちょっと熱愛というね、今表現で報道されてますけどね、ここら辺はどんな風に感じられますか。だからもう本当に付き合い長いんですよ。もう5年ぐらいになるんですけど、僕ら共演 NHK のドラマでして以来、一緒に食事したりしてて、たまたまこれは本当に偶然なんですけど、家が近いもんで、で僕も一人暮らしだし、ちょっと食事の面とかはっきり言ってこんな恥ずかしい話なんですけど、甘えちゃってたまにねごちそうになることもありましたしね。それといつも唐沢さんをね見かけるのは、住人の方は朝の9時ぐらいの早い時間ですから、朝の、時もありますよ。それは朝ごはんを食べさせてもらうってこともありますから、それは例えば恋人同士に見えたかもしれないし、それは僕は否定しません。それは誰からさんない、いや、なんつったらいいのかな、ただ今ははっきり言ってそういうことはありませんけども、一緒にご飯食べてそういう関係はなんかこういうことがあったからといってね、なくしたくないし、よくわかんないですけど、先のことは僕わかりませんけど、要するにまあ、基本的に僕も男だし彼女も女ですから、まあ、この先もしね、そういう関係になったとしたら、その時はよかったねって言ってくださいよ。でなんて話がよくわかんないですけど唐沢さんがね、今日お話の中で、はい、まあ、熱愛というわけじゃないんだけども、先行きそうなったら祝福してくださいというね、含みのある言葉を。そんなこと言ってました。でもそういうことはね、ほら男と女のことだから、そんなんて、誰だってわかんないじゃないですか。でも今は本当にすごく家族的っていうか、事務所すごくアットホームな事務所ですので、すごくそういういいお付き合いはしてますよ。ちょっと熱愛と書かれたことにはなんとなく、どうですか。なんか必ずそういう記事って必ず熱愛って出ますね。他に言葉ないんでしょうかね。唐沢さんは今日ね、インタビューの中で朝ごはんを食べさせてもらったり、それから夕飯を食べさせてもらったりっていうふうなことを言ってらっしゃる。恋愛感情とは別のものということですか。別のものって、もそういうどう区別するのか私はよく分かりませんけど、だからそういうことっていうのは、だから男と女に友情がありえるかっていうような質問と同じで、そういうのはどう発展していくことがよく分からないですけども、今はすごくいい、本当に家族的にお付き合いをさせてもらってるってことですね。ことはないです。はい、ただね、ご近所の方とか、はい、あそこのマンションの方なんかは必ずその一人でね、一人で来る姿を 見かけることがとても多いと。だからそれは出入りでね、一人で入ってくることもあるかもしれないし、それは分かんないんじゃないですか。何人かで入ってくることもあるし、でもいつもそういう何かの集まりっていう感じで、みんなで本当にワイワイ楽しく
なんかやってるだけですから、そんなにいじめないでくださいよ。手料理をごちそうしたりとか言うと、はい、山口さん特別な感情があるのではないかなっていうふうに思ったんですけど。いや、料理は好きですし。そのとの付き合いはこの後も変わりないわけですね。今までと同じように、あの、一緒にもちろん、あの、遊んだりもしますし、そういう付き合いはちゃんと続けていこうと思います。これでね、そんな口聞かなくなったって言ったら、本当皆さん恨みますよ。防寒が入りましたよね、はい、あの時あのマネージャーさんがいたっていう話でしたけど、はい、今だから言える実は2人だったなんてことありませんか。あ、それありますね。いいじゃないですか、そのあのね、世の連れでいろいろ、まあ、それはごめんなさいってこと、まあいいんですよ、そういうの。この人がまあ自分の生涯のパートナーだっていうふうに思われたんでしょうか、それぞれ。いつ頃ですか。まあ、7年間の間に長いけれども、どのくらいの。あ、そう。あの、いや、僕はもう出会った頃にね、もうそう思ってまして、あの、その結婚したいねということは何度も言ったこともありますけども。じゃあもうすぐ割と NHK のドラマ共演なさった時から。その時はまだ僕ら付き合ってなかったです。終わってからね、番組が全部終わってからですから。山口さん、意識はされてません、年月というのは。ああ、あまりすごく何喋ってるか分かんない。ちゃんと言わないから、要するにね、せっかくこうやって要するに7年ってのは普通ほら、はい、長すぎた春みたいなこと言われてるね。じゃあ僕喋ります、はい、ごめんなさい。ですから